たけしさんのね、はい、とかだけど、別に中学生向けにやってたわけじゃないからね。そうなのよ、大人っぽい話をなんかよくわからなくて聞いてんのがまたそれもまた楽しいんだよね。でも言ったってあの時トンネルズとかまだ20代でしょ、うん、でたけしさんが30代でしょ多分。そうだ、ね、俺たちより年下でしょ、うん、あの大御所俺らよりかも年下なんだから全然下だったでしょあの時は。だからまだね、うん、なかったんだろうけど、わかんないね。やめよう、だから中学生のに向けて。そうそうでもやめよう、難しいよ、うんうん、そこじゃないんだからさ、ね、私さねえ、うん、小木がなんかまたランクイン、うん、ランクインっていうか県外だけど、面接官だったら嫌なタレントトップ10で11位に入ってるらしいよ。またこういうのね、先週は何だったんだっけ。12位だったね。マネージャー、マネージャーになったら苦労しそうなタレントで12位で、うん、今回は面接官だったやらタレントの第11位。あー惜しいね、なかなか入らないんだね。微妙に起きてやっぱそういうところであれなんだね。かすってる、かすっては来てるんだ、うん、面接官だったらやなタレントトップ10ってそんな俺嫌な感じじゃないと思うんだけど。いや嫌でしょ絶対。え本当？なんか変なとこ見てそうで、まあ、なんか心がなんか見透かしてるような感じするじゃん。なるほど。まあ、じーっと見てて、なんこの人別に特に何も喋んねえなと思ったら最後に一言すげえ嫌なこと言いそうじゃん。嫌な質問とか。いやまあニヤニヤしてる感じだと思うよ俺は。なんか一言言いそう、全部終わった後とかに、それあれだね結構いろんな面接本で書いてあるようなこと言ったねとか。最後のいやまあ、うん、確かにそういうのもあるかもしれないな。嫌なこと最後言いたいっていうのあるな、もしかしたら。でしょ、うん、なんか気分よく帰ってほしくないっていうなんだよね。なんか自分の会社が舐められた感じ、うん、するからやっぱ嫌な気持ちで帰ってほしいんだろうな、うんうんうん、その辺は。でこれ1位が坂上忍さんがダントツで、2位が有吉君で、3位がマツコ・デラックス、4位が伊集院さん、5位加藤浩次、この辺まで。これは、まあ、全員めんどくせえわ。ああ、やだね。これはまあ、なんだろうな。確かに、2位、5位。小手先の、セリフで逃げれない人たちだね。それの回答は無理だよ。無理だね。本当、信念がないと、もう、無理だね。なんか、面接の本に書いてあるようなことを受け答えしてたら、もうすぐ突っ込まれちゃう。そうよ。加藤さんなんて、容赦なく、どんどん聞いていく。掘り下げるからね、あの人ね。時間関係なく。加藤浩次理由。言い方がきつそう。要所要所でしっかりと突っ込んでそうだから。自分以外を認めず、とにかく何に対しても否定的そうだから。そう。そうですかね。わざと逆を。これは飲んでる時必ずそうですもんね。うん、飲んでる時はそうですね。もう必ず逆ですからね、はい違うって言って。そうね。っていうことをしてくるから、まあ、嫌、うん、でしょ。そうね。うん、でも1位のさ坂上忍さんのさ、うん、理由の一つにさ、うん、その人の礼儀や態度に厳しそうなのでってさ、うん、面接してたらこんな当たり前のそこ一番重要なところでさ、そこダメなやつダメなんだからな。礼儀とか態度がダメなやつはダメなのよ。何を言ってんだよと思うよこれは、うん、そうなんだよ。それ嫌だったらもうダメなんだよ。ダメだ、面接いけないよそんなもん。うん、そうね。まあ確かにまあ10代20代のうん、人たちがそんなもう簡単に小手先でいけない感じがするね。いけないね。まあ、みんなそうだね、うん、でも芸能人、まあ、芸人やっぱ多いじゃん、はい、これだってタレントでしょ。前回はさ、担当マネージャーになったら嫌なお笑いタレント、はい、ああそうか、これ前回はお笑いで、ね、お笑いでくくったでしょ、ね、で今回はお笑いじゃなくて面接官なら嫌なタレントトップ10で、まあ芸人が多いじゃんやっぱり。芸人か、まあお姉だよね、マツコミッツとか。はい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 。でまあ坂上さんは芸人じゃないけど、まあまあこの前もその芸人ランクに入ってたぐらいだから、はい、やっぱ芸人とかは許さないからね。そういうふうにやっぱ見られるんだね、芸人は許さないっていうか。うん、なんかさ、だって口がね、うん、口が達者、揚げ足は取るしね基本、そういう仕事だし、うん、まあまあそっかそっか、うん、突っ込んでくるって感じですね。やっぱ突っ込みの人多いでしょ。うん、うん、そうね、そりゃでも女性はいないんだね本当に。そのいや大久保さんとか光浦さんも嫌だよ。本当は嫌なんだけどね。いやいやあの辺なんか一番嫌だよ。いやもう光浦
浦さんって最低でしょう、もう三浦さん、三久保さんは二人とも、女でって言ったら入ってくるんだろうね。そうなんだよ、うん、ああいうひねくれてるから、ブスの、うん、ブスの方がひねくれてるから、うん、誰なんだろうね。女だって誰かな1位、まあ、これは女、別に男に限ってないけど、女入ってないけど、いやだからそういう方でしょ、やっぱ田島陽子さんだろ、まず田島陽子さんね、うん、うんうん、そう、あと誰がいいんだろうね、まあ、だそういう林真理子、あー、林真理子、あ、伊豆ピンさん、伊豆ピンさん、伊豆ピンさん、わかんない、でも下手したら簡単かもしれないよ、伊豆ピンさんは泉さん褒めときゃね、なんかちょっとそう、うん、なんかおだてとけばなんかさ、なんか大丈夫な感じがする、いい感じするじゃん、うん、そういうの好きそうじゃん、だって、うん、うん、あ、友近、あ、これはちょっと一番厳しいよ、厳しい、あの人は厳しいよ、ごまかせない、友近にはごまかすことはできない、できないね、うん、あ、難しいわ、うん、難しい、もしでも今いろいろこうなんか頭の中で出てくる人とか思うと、なんか女性の方が難しい気がするよ、もしかしたらこの男より、なんかそうか、女の面接官でそういえばあんまいないね、いない、今まで俺女の人ってもしかしたら一人もいないかもしれない、今まで面接って女の人ってあんま向いてないのかな、好き嫌いがすごい出ちゃうからかな、それか、なんか感情的や、女の人って生理的なもので、そう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 、そういうのがあんま向かないのかな、確かにこの女芸人ってみんなそうじゃん、なんかもう、うん、ちょっと細かいとこをなんか見て嫌いになってた人、そうだね、うん、あ、それか、そうだ、女は結局そうなのね、あとやっぱり、うん、感情的だよ、うん、うん、そりゃそう、ダメダメ、うん、ダメダメダメだ、女ダメだったら話しちゃったらダメじゃないですよ、うん、面接では向いてないってことね、女は、ね、あんまいないもんね、でもさ料理人だってさ、実はさ家庭の話だとさ女性がやるような感じになってる、奥様がそういう、うんうんうん、でも一流シェフに女性はいないもんね、あれさ本当かどうか知らないけどさ、やっぱ生理が関係してるとか言うよね、そっか、味覚がなんか変わっちゃうんだって、生理の時に、だから同じ味を1ヶ月間こう保てないからとかって誰かが言ってたけど、それ本当かどうか知らないけどね、それあるかもね、その時イライラしちゃうし、うん、だろうし、うん、まあ、俺らによくわからないけど、そう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 、確かに味覚か、うん、最近多いですけどね、女性の方でも、まあね、シェフになってる方、うん、まあ多いかもしれないけど、やっぱ一流シェフでこう出てくるほら、ピアノだってなんか女性のイメージがあるのよ、やっぱ女の子がやってるってね、子供の時から、うん、でやっぱ一流のピアニストってのは多分男、うん、なっちゃうね何いや一流は一流だけどね、女の人もいるんだけど、いっぱいね、でもなんかいっぱいいますからね、感性もなんか女の方、女性の方がやっぱいろいろあるっつって、うん、やっぱ画家とかもさ、うん、子供の時って、ね、うん、女の子って大体絵描いたりしてる、授業中とかこう、うん、前じゃない、うん、でもよくよく考えると、こう一流この芸術家、うん、画家でトップレベルでやっぱ女性って、今でこんな男尊女卑でいないもんねひどいよ本当に、いやいいですね、女性さあ一曲オリジナルラブでラバーマン、やはりね、中学生といえばオリジナルラブラバーマンってことね、いい曲でしたね、かっこいい、やっぱ田島たかおさんのこの良さっていうのは本当にこう、どうやって説明したらいいんだろうね、すごいタイプだよね、あ、かっこいいじゃん、すっげえかっこいいか、かっこいい、そうだね、うん、でも今の10代にはちょっとわからないんだろうな、うん、ああいうのって俺ファッションとかもすげえ好きなんだよね、かっこいい、あの人はははは、あんなかっこいいのにね、うん、またあのポジションもいいのかね、ポジショニングね、ポジショニングね、なるほど、そういうとこにあるんだろうな、なんか高貴なミュージシャンな感じがするわ、そっか、安くないって感じやのか、そうそうそう、なんかね、それはある ね、うん、あ、メール来てます、ミルクココア、うん、女性は